んと二人で行ってきたんだ。すっぴんなのって、はい、すっぴんです。もう化粧水と乳液もした。今日ねお買い物も行ってきたよ。今日はねまどちゃんとめるちゃんと私の3人で取材撮影をして、朝からそれが終わってめるちゃんと一緒になんか和栗のモンブランのなんかすごいねミクがずっと食べたかったやつがあって、それが福岡にあるとめるちゃんに聞いたのでめるちゃんと一緒に行ってきました。イエーイ。あとはなんか浅草とかによく大きいさやつあるじゃんとかで食べ、あのなんかチキンみたいなやつ、あれのちょっとちっちゃい版を食べたりしましたね。あれパスタかと思ったって、なんかすごい美味しかった。でもなんかもともと栗のなんかちょっとのやつをなんか機械でジューってやって麺みたいな出てくるやつだから、うん、まあまあそういうやつ、うん、美味しかった。めちゃくちゃ、でも超甘くて、超甘すぎた。中にメレンゲとかが入ってて超甘かった。ジェラートがねもう完売してたから。そうなの、浅草のはそう、もっと大きいの、もう顔より大きい、こんぐらいあるよ多分。もうミクたちが食べたのはこんぐらい、浅草のはね多分その2、3倍あるからこんぐらいあると思います。以上。今日のね、あ、見えちゃった見えちゃった。今日のねタオルはねミクのお気に入りタオル、矢吹奈子ちゃんの生誕のやつ。これファンの方が軍隊だって懐かしい。これね、今日これで体拭いてた。これで体とね髪の毛拭いてやって、お気に入りです。よく使ってるんですこれだとゆかちゃんのも使ってるなこの生誕グッズ、生誕 T じゃない、生誕タオル、ファンさんが多分作ったやつかな。で体を洗うっていう、体拭くっていうなこちゃん愛ではないですよ、ただ単に使ってるだけですよ。あとねはるたんさんのも使ってるし、 HKT 愛ですね、なこ愛っていうよりは。はい、っていうかちょっと今日はお風呂上がってなんか髪のケアとかお肌のケアとか爪のケアとかやろうかなって思ってたんですけど、ショールームやろうって思ってショールームの方来ちゃった。終わってからたくさんたくさん可愛くなるようにケアします。女子力スイッチが入るとさやろうってなるんだから、結構やります。それで前を感じる本当、うん、肌のケア何してるんですかふたふたさん。私はでもいつもイソフラボンの化粧水と乳液を使ってたんだけど、最近はディオールのなんかつぶつぶタイプが入ってる化粧水のもっと一個上のお薬みたいなやつを使って、肌が明るくなったんですよ。それ使うとなんか白くなったと思いません？なんか肌のトーンが上がるらしくて、シミとかが結構自分はねなんか気になってたから、シミとかを消すなんかやつ、気持ち的にも大事だと思うのでを買って、そっからね肌の調子が良くなった。あとはなんかカサカサしてる部分、なんか季節の変わり目とか乾燥しちゃうのでカサカサしてる部分にあのオイルを塗ります。花のエキスで作ったオイルをそういただいたのでそれを塗ったりとか、余った分は髪にも使えちゃうから髪に塗ったりとかしてます。お肌が白すぎてよくね白飛び起きてますが、お肌はないってことであってますか同化しちゃう、同化。お肌はあるよ、ほらもちもち、お肌はもちもちです、お肌もちもちです。でも髪の毛がねほら見て分かる通りね、まあまあ伸びたんですよ。まあまあね、前はもうここだったもんね、ほぼ半分くらい伸びたんじゃない、結構伸びたの。だからなんか髪のねケアが本当に大変で、
髪のケアが本当に大変です。髪の毛をねケアしなきゃいけないから大変なんです。そう、女の子は伸びるの早い、伸びるの早い、痩せた？え、いやなんか体重、うーん、でもちょっと撮影が控えてあるので撮影のためにコンディション整えときたいから、今日はね食べちゃったんですけど、明日からまあ短期間集中型ダイエットをしようと思って痩せたいなって思ってます。太りやすいですし、でも太りやすい分痩せやすいので、ちょっと撮影のために頑張ります。常に痩せとけって話ですけどね、すいません。もう完璧ですぞコンディション、すっぴんだし。でも自分もねたまにねおじさんも痩せたいって、キアマンさん痩せなくていいじゃないですか。自分もたまになんかメイク落とした方がコンディションいいかもって思う時ある。なんか握手会終わりとかなんかねもうね顔がね疲れ切ってるのよ、なんかもう肌笑いすぎてさ化粧崩れてるのよ。だから意外とねすっぴんの方が可愛い。握手会終わりにお風呂入った後に鏡見たらめちゃくちゃ一番可愛いと思う。うん、朝だってむすくんでてあんまり可愛くないじゃん。その後化粧どんどん崩れていくじゃん。お風呂入ってすっきりした状態が一番可愛いけんね、もうすっぴんで握手会した方が良くないってなりますよねでもメイク薄くして握手会した時に、握手会の照明みたいな、なんか電気光って黒いんですよ。だからなんかめちゃくちゃ体調悪いの大丈夫って、顔が青ざめてるよってめっちゃ心配されて、もうそっからちゃんとメイクバッチリしていくようになりました逆にね、逆に体調悪く見えちゃう、うん、眠そうだよとか言われる。メイクしてね薄かったら目がトローンってしてるからかな。イブがさ、愛犬がさ、ここで目の前で寝てるからいびきがちょっとうるさいかも、うん、クレンジング何使ってるの？クレンジングはなんなっちゃん断然オイルだって。オイルのもうクレンジング使わなかったらもう肌がカッピカピになっちゃうの私本当に。え、さしこちゃんの卒業コンサートが一番お肌やばかったもん。もう初めてお肌に関して皮膚科行った。なんか笑えないの。なんか笑、ストレスなのか笑えなくて、笑ったらなんか肌がめちゃくちゃ痛くて、そう、それで病院行きました。初めて肌に対してね本当に悩むことなかったのに、初めてなんか炎症起きちゃって肌が、初めて皮膚科行った。肌の、そう、笑えなくて、で寒かったんですよ、そのさしこちゃんの卒業コンサートの時リハとか。それでもうさらに肌がカピカピになっちゃってやばかったですよ。何か痛かったですもん全体的に。そう、なんか乾燥してたのか何か分かんなくて、もう常に乳液顔にベッドベッドに塗りたくらないとさしこちゃん卒コンできなかった。やばかったですよ。メイクもできない状態だった、メイク肌触れない状態だったの。そうだからそっからなんかちゃんと化粧落としはねオイルにするようにしました。オイルだとベトベトなるから、自分はねオイルの方が合うんですよ。うーん、泣いたのは僕だと。大丈夫リュウさんどうした、大丈夫そう、うんうん、あの日はあんなに寒いと思わんかったね。でもすごくない、虹がかかってたんです、さしこちゃんの卒業コンサートの時。なんか晴れて持ってるなーと思いました。ポリ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 。今日はねお仕事終わりにだからメルちゃんとお出かけしてきたんだ。で、あとねマリオカートもやったの。そう、マリオカートやって2回やったんですけど、1回目はメルちゃんがずっとね、私って本当にいつも1位取るんですよ。3週目の1回目と2回目のは1位を取るんだけど、3週目で何かしら何かを投げられて2位になっちゃうっていうのが多いんですけど、本当にその通りで、メルちゃんの時もねもうそうなっちゃったんです。1回目で、2試合目がねなんかねコーラを投げ放題のなんかマリオカートがあって、
それをやってたら私のがバグっちゃって、なんかコーラ投げれなくなっちゃったんです。そう、コーラ投げ放題だったのに、でコーラ投げれなくなっちゃって、そう、亀のコーラで、えって、普通のドライブコーラじゃないです、コーラ投げれなくなっちゃって、でね、もうそりゃね、もうね、前の方にいたらコーラね当てられるしかなくなるじゃないですか。だからもう当てられて、もう最下位になっちゃって、私コーラも投げられないから、なんかもうブーンって行くしかなかったで、ただのドライブになってました、本当にコーラ、発音、コーラです、コーラ。普通のドライブはおもろいだって。そう、普通のドライブでしかね、なくなりました、コーラ。うん、コラコラです、コラ。うん、コラ、いいんです発音は。うん、コラ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 、怒られた、コラコラでいいんです、コラコラ。うん、そうなんですよ、楽しかった。あとはその後にゾンビ倒すやつやりました、一緒に。マジで怖かったんですけどね、一緒にこうやってババ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 バってやりました、もう本当に。だからもしもメアちゃんが鬼強くて、マジでもうスナイパーやなんですよ、ウィーク。もう本当にあーってなってたのに、メルちゃんそうってすごくて、メルちゃんめっちゃ上手やった。だからもう実際にゾンビが出た時とか、ミクメルちゃんについていこうって思いました。メルちゃん上手すぎて、そうバイオハザードみたいなやつマジで上手で、実際になんかそういうねことが、ね、起きないと思うけど、実際に日常にねゾンビが現れてそういう感じになったら、絶対にメルちゃんと一緒に過ごそうと思いました。頼もしい。うん、しかもね何が一番面白かったかっていうとね、あのね、歩いてたらね、なんかねメルちゃんがね他の人と目合わせてね、あ、すっごい目合うウィスみたいな感じでメルちゃんが言ったんよ。そしたら何やと思って、なんか友達かな思っとったんよ。したら見たらさ、ミクもどっかで見たことある顔でね、ファンの人だったんですよみたいないや友達みたいになっとるやんみたいなって。でそのさ、ファンの方もさ、なんか多分プライベートだけにさ話してダメと思ってさ、ウィースみたいな感じ言ってきてさ、でさメルちゃんもさ、あ、めっちゃ目合うウィースみたいな感じ言ってさ、もうミクさ普通に友達やと思っとったのにさ、普通にファンの人やってさめっちゃなんかみたいに思いましたさすがって思いました。うんはい、誰推しのファンの方、なんかね、誰推しやったっけ、さくちゃんかな、わからん、誰かのファンのか、でも見たことある、握手会とか。あ、あ、さやかちゃん今日誕生日だから、よかったらみくちゃんからのおめでとうちょうだい。うわ、ちょっとコンディション整えさせてください、スピンだけど。髪の毛伸びたな。さやかちゃんお誕生日おめでとうございます。イエーイ、はい、ろうそく、ミクが消しちゃった、おめでとうございます。わー、今年のじゃないね、これからの1年もミクちゃん推しの1年にしちゃってください。イエーイ、ハッピーバースデー、おめでとうございます。みんなさんも優しいから祝ってる、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、はい、ハッピーハッピーバースデー、はいはい、おめでとうございます。どんな一年にしたいですか。チャンチャラチャン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 チャラチャラチャラチャ、はい、3、2、1、はい、どうぞ文字を打つ暇もなく
文字を打つ暇もなく、どんな一年にしたいですか。皆さんありがとうございます。みくちゃん推しの方、優しい方ばかりだね。だってそうですよ、もう優しさの塊。どんな一年にしたいですか。やっぱね、ファンを推しに似るっていうからね、みくちゃん優しいから、まあ、みんなも優しくなっちゃうよねみたいなところあるよね。はい、どんな一年にしたいですか。みく推し活いっぱいの一年にします。イエーイ、口笛できなかった、イエーイ、ふうふう、おめでとうございます。皆さん見習ってください。さすがですよ、皆さん見習ってください。まるで回答、正解文のような、回答文文のような、正しい正論、モットー、なんて言うんですか、なんて言うんだ、あれですよ、あれ、回答、模範回答だ、そう、まるで模範回答のような、イエーイ、模範回答。うわ、皆さんさすがですね、ここが頭がいいですね。私が言いたいことをすごい読み取ってくれる、さすが、これでこそファンだね。模範、まるで模範回答のような、イエーイ、皆さんそう見習ってください、もう模範回答。おめでとう、さやかちゃん、早く会いたいからポチポチしてね。もうしてると、してるけど、もうポチポチしてるけど、早く会いたいからポチポチしてね。お祝いさせて。お祝いさせて。ミクリンかメルちゃんを神推しにしようか迷っています。ミクリン愛をください。メルミク愛あ、ハートがいっぱい来た。メルミク愛、ポチという犬になりたいポチ、ポチという犬か。あ、ター来ましたよ。あん、さやかちゃん全然いいのに、本当に全然マジでいいのに、ありがとう、さやかちゃん、たー、ありがとう。好き。ありがとう、たわ。全然いいのに、もう。ありがとうね。ピエン、ピエン、ピエン。ありがとう。6時の受付も、じゃあまたポチポチ待ってるからね。6時の受付もポチポチ待ってるよ。ありがとう、さやかちゃん。大好きだよ。スキピすぎる。だって俺もなんか目がしじみみたい。スピンね、スピン可愛い女の子で痛かったぜ。あ、定期。この方の配信はちょくちょくステマが挟まれます、ご了承くださいます。ニョーニョー、言いたいことを言ってるだけだよ。しじみ美味しそう。しじみの味噌漬け好きだって。あ、美味しいんですかね。うちもしじみ好き。しじみよりあさりが美味しいやろがー。だって、はあ、しじみの方が美味しいやろが。だってさ、あさりなんかちょっとさ、匂いがさ強くない？しじみの方が美味しくない？まあどっちもどっち。お味噌汁ね、しじみ美味しいですよね。これは戦争どっちも美味しいの、平和主義だからね。シュたちはがずっと今頭から離れなくなりそう。やばい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 、うん、しじみよりみくんありえはんだって。しじみに比べられてしまってはあ、うっせえうっせえうっせえは、あなたがに言われなくても健康です。うん、あなたが思うより健康ですな。しかも
ちもそれ言おうとした。うん、めずちゃんの五条さんの話を聞きたい。そう、なんかね、歩いててしたらなんかさ、呪術廻戦のなんかそう、何パネルみたいなの置いてあって、めずちゃんがわーみたいなはね言ってね、すぐね五条さんのおしめの前で前髪を整えてね、写真撮ってってなる。そう、前髪整えるなってって言って、おしめの前で前髪整えるなってって、すぐもうすぐもうあのさ、櫛持ってさ、前髪こうやってさ、携帯見てこうやって整えてさ、ちょっと一番可愛く撮れるように撮ってって言って、もうオタクなんよはい今日はい3人って言ってオタクなんよ、もう、うん、面白かったです。髪マジ伸びた、伸びたくん。伸びたね、うん、真面目に撮ってやるよ。もうみくりんおじさんやったけんね、真面目にめちゃくちゃ撮りました。めっちゃ漏れました。いつしかみるちゃんのインスタかツイッターに載ると思います。メンバーがね載せてるね写真のね、一時期はそうだったんですけど、写真のほとんどはみくりんおじさんが撮ってたんですよ。みくりんおじさんが撮る子はみんな可愛い。やっぱ素材がいいとね、可愛い、もう可愛さにプラスされて可愛くなっちゃいますよね。ミクリオンをして卒業できず留年しちゃうかもです。うん、何を言ってるんだ君は。ミクリオンはショートカットに、あ、ショートカット、確かにスッキリする。ショートカット、ちゃっ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 ちゃ、ショートカットにしたらこういう感じになっちゃう。こうやってこういう感じ、こういう感じだね。でもうちは長いのじゃ、髪の毛が長いのじゃ絶対似合う。好きだって、本当可愛すぎだろうだって、本当。うちも好き、みんなのこと好き。今はねロングなんだん。なんかさ、まとまりがないっちゃんね、長いと中途半端よね今の長さね。もうちょっと長くなってくれてていいけどね。うん、まあどんな髪でも似合うって言ってくれる君が好き。素材が可愛いから。はあ、好き。どうした今日なんか甘々じゃん。水っちいつもいじってくるのに恥ずかしいよ、なんかいつもいじってくるのに、なんか甘々でなんかお姉ちゃん恥ずかしいなちょっと、うん、クリンウィンクしてください。その唇かわいいだ、踏んだ。ナマズみたいだ、顔がだ、踏んだみたいになって、そうだ、踏んだ。全部可愛いんだよな。はぁ、よいしょ、はぁって今なったから、よいしょ中に入れて入れて、よいしょタコ顔。今日マックスくんは元気、安定の元気、安定の元気。
あ、乾燥してるから塗りたくらなきゃ。ネットブルは品切り中ですか。あ、結構何本か冷蔵庫にあるけど、もう撮影控えてるんで、撮影終わったらガブ飲みするって決めてる。それまではもうピシッと。ミクちゃんやるときやる女なんです。やるときはやる女、行く手は阻むの許さない、うふふん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 、ごめんなさい普通に歌ってました。やるときはやる女なんですよ。だから本当にやるって決めたら やるんですよ、うち。だから我慢してコンディションを整えます。いい未来が待ってるはず、頑張った先には。そうなんです、自分でいい未来を作るものだから。ミクは後悔したくないんで、可愛く映りたいんで。でもやるときが少ない歌、そう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 、そうなんよ。で、おい桜見ましたか。今日見に行きましたが、満開でとても綺麗。桜見に行きました。っていうかもう咲いてますよね、満開で。綺麗ですよね、本当に。写真集ですか。写真集ではありません写真集ではないんだけど、新曲が発売されるから、まあそれの撮影だったりとか、まあって感じです。ズコーだって。でもまあありがたい。雑誌のお仕事とかもまだまだあるので、またその時になって告知させてください。そう、ね、難しいのよ、コロナ禍で。やっぱミクちゃんのテンション好きです。あ、ミルクちゃんじゃん、やっほー、ミルクちゃん。うわっ、ミルクちゃんになっちゃった。ミルクちゃんだー、ミルクちゃん。見て、ミルク色、ほら、え、見て見て、逆に、あ、待って、今から、はい、ミクが今からミルクちゃんをここに呼びたいと思います。いけー、トゥーントゥ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 。ミクちゃんね、魔法が使えちゃうから、シュッパーン。見て見て、あれ見えない、これミルク、ミルク、あれアイスだったっけこれ、あれ、え、ミルクだよ。でもアイス、ミルク、ミルク、ミルク。呼んじゃったよ。あっという間にミクキー。おお。前髪うねってるんだけど、やだ。前髪やだ、何このパシャパシャしてる前髪、うねってるわ、うん、テンションについていけないません、ごめんなさいって。うちも自分のテンションについていけないから大丈夫、一緒だよ。梅が卒業してからずっとオタ活してなかったけど、ミクリンが私のところに来てって言ってくる、だいぶ経つくね、私のところに来てん。ポンポンポン、バスローブに見えるよね、違うんだ多分、え、違う、ファンさんが送ってきたから何か分かんないけど、これ普通の襟のパジャマじゃね、分かんないけど多分そう。お腹鳴った、行きます、だって。やったー、ありがとうケンジ君、嬉しい。もうすぐ多分ね、6時受付の握手会が始まると思うから、会場でおしゃべり会待ってるね。田中美久っていうところポチってすれば済むよ。でもからし注文はしちゃダメだからね、めっだよ、うん、バスローブかと思ったですよね、ちょっとバスローブっぽいですよね。わかりました、だって本当に
じゃあ丸山金次くんのこと覚えとくね。マイメロちゃん、クロミちゃん、クロミちゃん、マイメロしないでもろってなんでダメなの？めったよ。もったいないから注文なんて。だってHKT の口会までおたかつ酔ってないからシチューのオンラインちょっと申し込んでみた。だって受ける、船酔いするなし、気をつけろし。どうかな、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 どうかな。クロミちゃん前メロなんだけど、まつりさんがコメントしてくれたから読みました。ちゃんと前メロっぽいして出てくる名前の癖が強すぎるのよ。リュウさん、レンジでチーン、ケンジ。確かにこの前メロの声から出てくるケンジの名前が確かにごつすぎる。キラーン。強き者よ真の勇者よ、戦いぐれた後で誰のため、その涙ツンツンツン、タッタタン。ドゥ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 。はい、忘れないでそのなんとか。歌詞忘れない、あんま聞いたことない。強き者よでもいいですよね、いい曲いっぱいですよね本当にね。え、デビュー曲なの？そうなの？ゆうちろさん、そのテンションについていけ、そのテンションにおじさんついてきます。あ、ゆうちろさん、大丈夫、みくもついていけないから仲間。忘れないでって言ってるのに自分が一番歌詞忘れてる問題確かに忘れないでトゥ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 、一番自分が一番忘れとる目ですね。目だよ。ショールーム楽しすぎて勉強放り投げました。あー、うわー、まあ今日くらいは、明日頑張って。田中さんのテンションについていけない方はお酒をあと10杯ほど入れましょう。飲ませるな、飲ませるな、もう飲ませるな。あ、危ない危ない。アンテのうろ覚え、うろうろ、うろ覚え、うろ覚え。いつの間にかそのテンションに慣れている自分が怖い。だって、あー、タピオカこぼしてごめんなさいさん。あ、こぼしちゃった、大丈夫そう？うちが吸い上げようか。タピオカこぼしてごめんなさいさんはさ、ごめんなさいさんはさ、もうミクリン推しなんよ多分、きっと多分きっとミクリン推し。なんか寄ってねえか、いつも言われます。いつもね、配信するときテンション高いので絶対酔ってるとか言われるんですけど、19歳は、20歳になって言われるのはまだ分かりますよ。でも19歳なんですよ。なんか20歳になった時にショールームしにくくなりそう。なんかテンション普通にさ、こんないつも高いからさ、ショールームしてる時っていうか、ファンの方と話してる時は楽しくてテンション上がっちゃうのね。まあメンバーと話してる時もそうなんだけど、まあ家族の時もそうだし、常日頃まあ誰かといる時はテンション高いのよ。だからさ、なんか酔ってるってさ言われるとさ、今まださ19歳だからってさ言えるけどさ、20歳になった時にさ、飲んでませんよしか言えないじゃん、もう20歳だし。それがもう辛いよね。本当に飲んでないのにさ、なんかそう思われてたら辛いね。20歳になった時にショールームしにくくなりそう。なんかね、もう飲めちゃうからね、今はもう普通にダメじゃん。だからちゃんとみんなも分かってるのにさ、20歳になったらさ、テンションちょっと下げていこうかな。こんにちは。
そうですよね。やる気あるってなりません？やる気あるっていうよりかはなんか二日酔いってなりそう。うちがテンション低かったら。で、ニクに二日酔いですかね、配信しなくていいですよとかはね、二十歳になった時に言われそうなんで、もう多分性格が酔ってるんですよね多分ね。うん、あれキャラ変したってなる。うん、ちょっと大人の田中ミックスをこうやって見せていかないとですね。あなたが二十歳とかお宝もうなめなめなんですけど乾杯していいですか、ありがとうございます KP だって。もうおもろい。もうあと半年二十歳、まあ心配って言われないようなメンバーにならないといけませんね。はい、まあ言われるのが田中美久なんですけど。うん、もうみんなミクのさ、こう性格を分かってる人は分かってるじゃん、天然っていうか抜けてる、どっかネジが外れてることをご存知じゃないですか。だから今日も取材でね、メルちゃんミクがね、二十歳もうすぐあと半年で二十歳になるんですってさ言ってたさ、話の内容でメルちゃんがさ、本当にミクに心配って言われてさ、なんかもう仕事の面では全然心配しないというかしっかりしてるんですけど、なんかそのプライベートというか抜けてるんですよって言われて本当に心配って言われましたね。二十歳になるなって言われて、なみくちゃん何も言えなくて、発言とも気をつけていかないといけないですし、でも多分治んないんだよね、そのテンションは。なんか本当に二十歳って言えるその楽屋のテンションじゃない、あの村重さんの別枠みたいな。そう、だから本当に3期生の中では楽屋芸人担当なんですよ私。私3期生の笑顔を見たいがために、まあ楽屋芸人なわけですよ。時には脱ぐ、時には土壌すくいでもやるし、だから大丈夫かなって感じですよね。そういう3期生の中ではですね、うん、3期生の前ではそうです、同類だと思ってますんで。はい、うん、田中美久20歳および精神年齢5歳ってプロフィールに書いておいた方がいいんじゃない。ですよね、本当にね。だからめいちゃんも言ってた、美久スイッチが入った時はいいんだけど、スイッチオフになった時本当にやばいって言われます。はい、ごもっともですねと思って何も言えませんでした、ごめんなさいって感じですよね。でも息抜きです私にとって、スイッチのオフは。わーいポンポーンってやらないとやっていけない、メンバーが 笑ってくれないと、いや楽屋にいたくない。やっていけない、メンバーが笑ってこその田中美久、私の中では。そう、楽屋でずっと落ち着くことなんて無理、何かしら誰かと話して笑ってもらいたい私について。大島優子さんや菅原竜乃さんに続くあの伝統って、でもさすがに私別になんかさすがにサシハラスメントまでのサシハラスメントもしないし、あんまりね、優子さんみたいに楽屋でも脱いでバーってもうやりませんよ、まだ超えてないと思ってます自分の中では。村重さんは超えてるけど私はまだ超えてないと思います、まだね、まだ、うん、スレ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 で生きてる、うん、イエローカードみたいな、まだレッドカードだよね、まだイエローカード、あともうちょっとイエローカード来たらレッドカードだよぐらいの線だから、うん、まあギリギリだよねまだ、うん、はい、ギリギリでいつも生きてるから、
ギリギリって生きてるから。しげさんはもう超えてる。しげさん超えてる。思い出しちゃったあの話。待っても嫌だ。この間ピシャット48のスタジオ収録だったんですよ。そこでも発言したんですけど、本当に面白いからもう無理。しげさんを本当に超えてるから。しげさん面白い、本当に面白い。わ、でもそのピシャット48放送されるやつ見てほしいけど、あれ福岡多分限定だもんな。ちょっとみんなに聞かせたいくらいよ本当に。うん、やだ、気になるって。村重さんの架空請求の話かと違う。なんかじゃあ多分その福岡のそれを見たい人はちょっと1分ほど耳をこうやってやってもらって、もう福岡でしか放送されないんで、あの関東の人はまあ聞いちゃって大丈夫なんですけど、なんかさあのね、ホテルでメンバーがね結構何か宿泊してた時に、あのメンバーがね誕生日の時は毎回その LINE グループを作るか、その当日その現場でお仕事してたらこそっとその誕生日のメンバーにバレないように、今日何時に12時超えたら何丸何号室で誰々ちゃんが誕生日の部屋みんなで行こうみたいな話をするんですよ。でもほとんどの場合 LINE グループが作られるんですよね、その子を抜かして。そうで、なんか HKT のいいところなんですけど、まあ祝うんですよ、その当日誕生日だったらおしゃんってそのメンバー仲いいから本当になんかみんなでサプライズしてやるんですよ。なんか12時超えるまでは本当に何もしないで、そうでメンバーもおめでとうって感じにしといて、で12時超えたら実はみんなでケーキを持ってお部屋サプライズみたいな感じするんですよね。そうだからなんか例えば同室で泊まってるメンバーで一人が誕生日の子だったら、その同室のメンバーも嘘をついてなんか今日すごいなんかみんな祝ってくれたねみたいな感じで言うんですよ。もう終わりだよみたいな感じのことを言って、その後12時超えて寝よっかってなって12時超えた時にコンコンコンって来て開けて、おめでとうみたいな感じ、まああんま迷惑にならない程度でおめでとうって感じ言ってイエーって感じになってするんですけど、その時に結構ミクとかも行くんですよね。でその時にね、夏みかんさんだったかな、そうみかんちゃんだった気がする、確かみかんちゃんが誕生日だったんですけど、その時にでみかんちゃんのところにみんなで行こうってなって夏みかんさんのところに行ったんですよ。で私さ毎回さメンバーが誕生日の時にパンツプレゼントするんですよ、下着を。下着パンツおじさんって言われてるんですけど、メンバーに毎回誕生日が来たらそのパンツをあげてるんですよね。そうまあプレゼントくれたメンバーにお返しでパンツあげたりだとか、まあ、お世話になってるいつもお世話になって先輩方にパンツあげたりとかして、毎回パンツ配ってるんだよ。だから毎回パンツ20枚ぐらい買うみたいな、パンツおじさん、パンツ配りおじさんなんだけど、その夏みかんさんが誕生日の時に私じゃあ夏みかんさんにも結構パンツも結構何枚かあげてるから今回は何色にしようかなみたいな、ちゃんと選んでちゃんと夏みかんさんにパンツあげたんですよ。そうそのメンバーがいる前で、はい恒例のパンツでーすって、ぜひ使ってくださいって言って、で結構ミクリンパンツ人気なんですよ、メンバーも結構履いてくれて、でももう結構いろんなメンバーにパンツあげちゃってるから、その公演中になんか被ったりするわけなんですよ。なんかなっちゃんと夏みかんさんが お揃いのパンツ着てるとかよくあるんですよ。恥ずかしい気まずいみたいなことあるんですよ。で今回何色だろうみたいな感じで見た時に、え可愛いって、そりゃやっぱ嬉しいじゃないですか、みくもちゃんとみかんちゃんのために選んだパンツだから嬉しいじゃないですか。そしたらさ村重さんがさえ何何それっつってさパンツミクがさ真剣にさみかんちゃんのためにさ選んでさ決めたパンツをさ村重さんさ頭にかぶって踊ったんですよ、ひどくないですか。村重さん
ミクがさ、夏みかんさんにあげたパンツをさ、頭にかぶって踊り出してさ、急に、え、待ってって思ってさ、したらさ、その後何するかと思ったらさ、パンツをさ、こことここに入れてさ、ここにパンツやって、パンツやって、こうやって、こうやって、イエーって。踊るんですよ。だからもう私、本当に、なんかさ、なんか夏みかんさんめっちゃ笑っててさ、生地が伸びるから、つって。みかちゃん体細いかちゃんと細い用のパンツかやったのにさ、村重さんがさ、パンツのパンツこう入れてさ、ここにパンツのやつやるからさ、パンツの毛落としさ伸びるんよ。でみんなさ TikTok 撮ったりしてさ、音源のやつで撮ったりしてさ、もう本当にね面白くってね、もう本当にね、今でもみくね、その動画持ってるんですけどね、もうこの間久々に村重さんにその動画送って、本当にやばいって送った送ったんですけど、もう本当に面白くて元気もらってます。村重さんは本当に面白いです。はい、っていうなんか村重さんの、でもそれが、そのお話が この間収録したピシャット48の何かにつながるんですよ。ちょっと大ヒントなんですけど、ぜひ、まあ、福岡の方いたら、まね、すぐ宣伝につなげようつ、あのピシャット48見てくださいもうすぐ宣伝につなげようとする。このお話がその収録の鍵となるので、ぜひ皆さんピシャットボディと見てください。スタジオ収録だったんですぐ宣伝する、うん、面白かったです本当に。林さん本当に面白いあ、番宣来た、すぐ番宣入れる、うん、米印すぐ宣伝するアイドル、うん、面白い。まさか花ちゃんとか、花ちゃん、いやでもね、年の年齢が低いメンバーにはハンカチとかプレゼントしました。まだまだ赤ちゃんメンバーかなーっていうメンバーにはパンツ、なっちゃんとかも T パンツとかですよね、きっ、うん、赤ちゃんだなって思う子にはハンカチにします、さすがにね、はい、うん、マリアとかね赤ちゃんなんでね、ゆうきちゃんも赤ちゃん、はなちゃんも赤ちゃん、ちゃんとそう、みくりおじさんちゃんとえらい線引きしてる、リミカチューってうん、あげてない人にはあげてないです。お金がね持たないので、はい、全員にこれさ、なんかたまに言われ、え、私もらってないですよみたいなこと MC で言われるんですよ。みくい、え、私毎回、まあ、私誕生日プレゼントでメンバーにパンツ配ってるんですってさ MC で言うとさ、え、私もらってないですとか言うけどさ、それは私がもらってないからあげてないっていうことで、もらってるメンバーにはちゃんとあげてるし、お世話になってる先輩方にあげます。私お金が持たないのですいませんね本当にパンプレもらった人にお返しとしてパンツ配りおじさんです。はい、そう、なんか言われるんですよ、え、なんかそうやってメンバーさ、なんて誰々にあげてないのって言ったら、いやもらってないから出ようってなるんです。そういうこと、そういうこと、うん、ギブアンドチェック、俺にもください、いやなんでやねんなんでやねん大丈夫そう、結構なんかそのさ家にさあったらさ結構さ変態だよ大丈夫そう、ミクリン警察入るよ、うん、タンプレあげたのにてんてて、もちもちなんでやねんそれはなんでやねんありがたく受け取りましたけど、なんでやねんなんで欲しい人いっぱいいるの、なんでやねん、ミグリン警察行くで、あ、クマフェスってさ、
YouTube ライブみたいなやつもあるの？なんかさ、ファンの方がさ、なんかクマフェス来れないけどなんか配信見るの楽しみみたいなこと言ってたんですけど、ちょっとうちもよく詳しく知らなくて、何かで配信される？ YouTube かな、何かで配信されるのあるみたいねって。そう、どういうことなんだろうと思ってさ、え、あるのかな配信みたいな、なんかやるの？あるらしいよ、だってなんかあるらしいですね、オンライン配信応募してて。あ、じゃあそれも追加で決まったのよ、配信チケット売ってる。あ、なるほど。じゃあそのさ、配信を見るにもみんなが、まあ、YouTube ライブみたいに見れるみたいなやつじゃなくって、その配信のチケットを買わないと見れないってことか。それもチケット買わなきゃ見れないってことか。じゃあ配信の方を見るよっていう方もわざわざチケット買ってくださってるってことなのかな。ちょっと情報弱者なんです私も。そうそうそう、だって、あ、なるほどね、ありがたいですね、ありがとうございます。配信ね、普通になんかみんな見れると思ってたけど、わざわざオンライン購入とは。もう配信見てくださる方は本当に買ってくださってね、ありがたいですよね、ありがとうございます。もちろん熊本なんでね、来れない人もない、コロナ禍だしね、来れない人もまあいっぱいいると思うので、ありがたいです。ハンさんね、本当にね、詳しい、何でも知ってくれてる。だってうちよりさ、ルームフレグランスのこと詳しかったもん。あの、なんかいい香りのするさ、なんかさ、箱にさ、棒みたいなやつ入ってるやつ、あれなんだっけみたいなやつ、あれなんて言うんだろうって言ったらさ、すぐにさ、ルームフレグランスですって来たもん。物知り、みんな。早い、あ、ニキビできるかも、最悪。いや、一般常識、あ、そうですか。本当ですか、そうですか。ディフューザーズ、ディフューザーじゃない、ディフューザーではないんだよ、うん、うん、髪の毛綺麗、ありがとうございます。やったね、うん、でもルームフレグランスっていうみたいですね。ディオールのルームフレグランス買いに行った時にルームフレグランスって言ってた。なんかいろんな言い方あるみたいですよね。最近のまどかさんが美しい、綺麗すぎて泣く、だって、うん、もう綺麗ですね、昔から綺麗ですよ本当に。でもなんか最近はなんかさらに綺麗さが増したというか、お姉さんになりましたよね。美少女からもう綺麗なお姉さんにっていう感じですよね。うんうん。はあ、エモいエモい。なんか卒業発表した方ってみんななんかすっきりするのかな。どんどん綺麗になっていきません。みんなどんどん輝いて綺麗になって。最後のね、卒業公演とかの時すごい輝いてますよね。アイドル人生がギュッと詰まった顔してる、うん、ねえ、みんな綺麗、やっぱスッキリするのかね、輝いとる。それわかる、卒業発表した人ってなんかすごい綺麗になるよね。なりますよね。あの魔法何なんだろうね。ねえ、みんな綺麗になるよね、スッキリするのか、悩みも減るのか、すごい綺麗になりますよね本当にね。
業発表しないミクリも綺麗。ありがとうございます、ありがとうございます。クリームいつかそうなるんやな、やろうなとオタクはしみじみ思いながら酒を飲むって。いびき聞こえる？イブのいびき。イブー、イブが寝とるじゃんね。イブのいびき聞こえます？ちょっと C してみましょうか。それでは今からイブのいびきを聞いてください。どうぞ。イブちゃんのいびきでした。どうですか？めっちゃ可愛いんやけど無理。ワンコロが寝とる。ワンコロが可愛い。カラスかな、カラスかな。イブちゃん可愛い。どんどんでかくなっていってるのは気のせいかな。見たい？起こしそうなんだよねイブのこと。待ってな、イブのこと起こしそうでさ、起こしそうだな。ちょっと待ってね。あ、これ繋がってるのか。あ、待って、動いた。水中でした。これは海タイマーである。かわいい、うちの子かわいい。イブちゃん爆睡してます。うん、かわいすぎて抱っこしたい。でも起こしちゃうじゃんね。もう可愛くていつもね、もうね本当にね、もううんちゅんちゅしてる。うんって可愛すぎて可愛い。可愛いじゃん。鼻と鼻くっつけていつも寝ます。こうやって
あなたの鼻くっつけて。人間と変わらんなんて変わりませんよ。もう可愛いんです。チワワもいびきかいてたで。ワンちゃんっていびきかくよね。田中家のワンちゃんはね、みんな揃っていびきかくんですよ。私だけかも、田中家でいびきかかないの。お母さんもお父さんもおばあちゃんも愛犬もみんないびきかく。私だけね、いびきかかないんですよ。イエーイ。ただその代わり歯ぎしりやばいって言われて、今矯正中だからあんま歯ぎしりしなくなったんですけど、この間私寝言言ってたみたいで、なんかさ、エレタのさ、お友達のさ、お家に泊まった時にミク寝言言ってたよって言われてさ、え、なんて言ってたのって言ったら、なんか名前呼ばれたから、え、何って言ったんだって夜中に。したらミクがって寝てたら、寝てたらしいから怖って思って、そんな呼んだ記憶ないし、そういう夢も見た記憶ないのに。そう、なんかね、なんか、なんとかがなんとかだよ、なんとかだよみたいなことを言ってたんだって。寝言言うみたいです。怖いですよね。まえちゃんもね、寝言言うんだよね。急な歯ぎしり一緒でしたって。そう、今矯正でなんとか、うん、寝言で呼ばれたやつです。寝言言うの私。ミクリンイコール俺のオタクの集大成にしているか。お、なんかいい感じの言葉だよね。 Yes, fall in love。 ミクは食べ物の寝言多そう。あ、でもたまにね、よだれ垂れてる。食べ物のね、なんかね、お菓子の国っていうかさ、お菓子の家に住みたい、お菓子の家あったらいいのになってずっと思ってたらさ、夢の中でお菓子のね、国ができちゃってね、はーって言いながら、よだれ、その起きた後よだれ垂れてた。ひたすら夢の中でお菓子食べて、マジで一番食べて、お菓子をわー太ったわーって思って起きたら夢だったから、うわーなんか得したっていう気分になりましたね。きたにゃいきたにゃい。今は馬刺しの家、あー馬刺し美味しいんだよね。ニンニクで食べるとさらに美味しい、さらに美味しいです。よだれはいかん。そう、疲れてる時こそよだれてっちゃう。なんかさ、飛行機とかに乗った後にさ、寝てて起きたらさ、よだれ出てるとかある。もうほぼほぼよだれてて、よだれたん、よだれマン。よだれたんです。さっきの顔生まれちゃんに似てる。ほんと、あう、どういう顔だろう。お兄ちゃん、うまるはね、かわいい。うまるちゃん最近見てないな。みよよだりんだって。なんかよしりんみたいなやつやめてくださいよ。懐かしい。最近全然会ってないな。懐かしい。みるんちゃん推し、よだりん、よしりんみたい。バラ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 。ミクリン今日はセクシーだね。だって本当セクシー、セクシービーム。セクシービーム。セクシーなの、キュートなの、どっちがミクなの。どっちもミクだよ。いつの間にかすっぴんもかなり大人っぽくなってきた。本当ですか。イエーイ。なんか老けたねって言わないところがマジでなんかモテポイント。キュンです。なんでそんなに可愛いの。まあ皆さんからたくさんの愛をいただいてるから。
まあ愛がなかったらその代わりブサイクになっていきます。どん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 なんかもう沼から出てきたみたいな顔になっちゃいますね。もう愛をいただいてるから可愛くなれるので、もうみんながもうみくちゃんのこと応援しなくなったらもうブラックホール、ブラックホール行き。可愛いっていうほど可愛くなる、もう最高じゃん。19で老けた根はない何してるんだろう。呼んでみる。マックスおいで、マックス。いびきかいて寝てるだって。あー、マックス、マックス、お姉ちゃん襲われちゃうよ。ほらブン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 来てるよ。マックス大丈夫なの？マックス襲われちゃう、ブン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 来てる。あ、耳がめっちゃ熱い。マーマが持ってきてくれた、ありがとう。あー、寝てたか寝てた、マックス寝てたの、マックス寝てたの。あ、マックス馬のひじめあるよ。はいはい、馬のひじめ噛まないでいい。マックス馬のひじめ噛むよ、馬のひじめ噛むよ、噛み噛みするの。はい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 、馬のひじめ好きだね、カミカミするの。あー、首が出ちゃったね。うん、馬のひじめカミカミしないの？カミカミするの。寝てたね、マックスね。どう、カミカミしてどう？馬のひじめカミカミ安心するね。あー、首しちゃってね、大きいね、眠いね、マックスね。寝てたもんね、耳が熱いよ、マックシュ。カミカミするね、マックシュね。うん、チューはいいの、チューは。え、チューはいいの。馬のひじめ安心するね。安心するね。赤ちゃんなんよ、もう。これは馬のひづめです、硬いです。カミカミするのが安心するんです。ずっとペットショップの時からこの馬のひづめを噛んでたからね、ずっとこうやって共に生きてきたもんね、マックスはね。カミカミ気持ちいいね。バブーだね。あ、カミカミ持っていく、向こう行く、向こうで寝る可愛いです、可愛すぎます。ほらもうね、カミカミして遊んでる。カミカミ安心するね、可愛いな、可愛すぎます。もうダメだ、可愛すぎて癒しです。みくちゃんでも犬アレルギーなんですぐ痒くなる可愛すぎて産んでいいですか、だっていいです産んでください。じゃあ可愛いでしょ、うちの子ですよ。違うね、痛い思いして産んだのよ、この子たち2匹とも。もう本当に痛い思いして産んだ子よ、本当にね。あんたたち可愛いね、どうしてこんな可愛いの、あんたたち。でもチューするのは嫌です、犬アレルギーになっちゃうんで。
ミクリン癒される矢印、それを見てるオタク癒される。あ、本当？なれるみー、すごい韓国語。これアニョハセヨー、パゴシプタ。今どんな感じ？今はマックス、おー、いいお尻してるね、あんたね、いいお尻してるね。ここお尻最高です、マックスのマックスの尻尾かわいい。いいお尻してるね、マックス。お、マックス、マックスが噛んで、マックス、マックス、おいでおいで、マックス、よし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 、はい、よしよしよし、よしよしよし、おって、おかわり、おかわり、おかわりは、あ、おて、あ、よしよしよし、くるーん、くるーん、くるーん、あ、くるんしないの、マックシュ、マックシュ、ひじめた処分。あ、ひじめくれると、お姉ちゃんに、くれないの、ひじめくれるの、お姉ちゃんに、マックシュ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 、ひじめ、ひじめよりみくちゃんが好き？うん、ひじめよりみこ姉ちゃんの方が好き？マックシュ、マックシュ、みくも好きだよ、マックシュのことが大好き。おいよ、みくちゃんラブラブ。あー、でも蝶は嫌だよ。なんでかっていうとね、犬アレルギーだからだよ。マックス可愛いね。よし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 。マックスここ撫でられるの好きだもんね。よし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 。あ、今配信してるんだよ。あ、イブが起きちゃった。イブが起きちゃった。あ、イブが起きちゃったよ、マックス。ほら、ごめんなさい。ごめんなさいって。何、お手って何？なんでお手なの、マックス。なんでお手なの？あ、お姉ちゃんが起きちゃ、イブちゃん、おはよう。頭皮です、これ配信、これね、ショールーム配信って言うんだよ、マックス覚えてて。これ今ショールーム配信っていうの、マックス顔見せて、顔、マックス、なんで背けるの、顔見せて、マックス、なんで背ける、ショーショーショー、これこれショールームっていうの、ほらマックスはこれだよ、マックス、うー、マックス、あ、イブの、イブお姉ちゃんのとこ行きました。マックス、香川さん、はい、イブちゃん起きました。あ、マックスがイブお姉ちゃんのところに行っちゃいましたね。仲良しなんです、最近、なんか、そう、最近仲良しなんですよね、マックスとイブちゃんは。んー、マックス、ねえねえ、見て見て、かわいい、ダメ、動かないで、あーん、来ちゃダメでしょ。さっきね、マックスとね、イブがね、顔や、こう、マックスとイブがね、顔こうやってね、ってやってた、かわいい、わー、自慢の子、あんたたちかわいい、もう結婚しちゃいな、結婚、かわいい、よち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 、ボーン、ボン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 、かわいい、好き、大好き大好き、ポン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 、よし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 、どうしたの？かわいいでしょ？かわいい。
マックスは自慢のみくちゃん、みくちゃんのマックス穴掘らんて、布団で穴掘ったらダメでしょあんた、こらって、なんで穴掘ると鬼出てくるからね、寝なさいあんたは。あ、バーバーのところ行く、マックスさんと重いもんね、重い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 、ほい、やばいじゃん、かわいい、かわいいけどお姉ちゃん犬アレルギーだよ、あーかゆい、かゆい、本日の名 MC が言ってしまわれたいつもそれマックシまた来た、いやーマックシュー尻尾フリフリだね、お姉ちゃんのこと好き、なんであくびするの、お姉ちゃんのこと好き、マックシューミコ ねマックシのこと大好きだよ、会いたい会えないなんとかかんとかなんとかで心はそれ以上離れている、トゥ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 、あ、記憶のジレンマ正解です、好きじゃなく愛してるハートは時々本気、なんとかななんとかでさなぎがなんとか、好きじゃなく愛してるあなたの甘い蜜まで飛べない、アゲハチョ正解、飛べないアゲハチョ、あ、正解正解、世界中で一番綺麗な宝石をあげる、だか12秒、あ、正解ん、好きなんです、心の中にロマンスをなんとかのままで、あなたに会うと苦しくて、ロマンスかけねば、正解、こんなところで何をしようとしてるの？ねえ、私のこと好き？どうかしら？ねえ、私のこと好き？どうかしら？こっちへ来なさい。お姉ちゃまん！トゥ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 、おしめし、あ、正解。ドロドロに愛されて涙のすべてが枯れるくらい一人きりで泣き疲れて、このまま眠りたい、テテテテテテ、ドロドロのように、あ、ドロのメトロの世界、あいつがアードと言ってた、こいつがこうだろうって言ってた、せせなし人のなんとかかんとかなんとかかんとか、どうたらこうたらで、どうたらこうたらこうたらの、どうたらこうたらこうたらってたってたってらったって、こうたらこうたら、誰もが火山鳥みたいに、あたんたからんたらたんたたんた、エキセントリア正解、
なんとかかんとかがどうたらこうたらでどうたら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 本当は好きだったんだろう。恋だって認めなかったフィンロー。強がっても心は丸見え。沈んだその声もエルラビュー。傷ついてそう辛くてもちゃんと強く。グリフラー正解。みんなすごいね。じゃあ普通に歌詞を読むから何の歌詞か当てて。春の魔法に日差しは当たって、人も街も明るめに着替えた。なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に君はメロディア正解。すごい。これ難しいと思います。こっちへおいでベイビー、あなた気安く呼ぶけど、近くへおいでベイビー、子供扱いしないで。ハートのボール転がせばゴロニャンすると思ってるの。女心を分かっていないわね。名前キリップ正解。すごい。すごい。ラスト1曲。僕はイエスと言わない、首を縦に振らない。周りの誰もがうなずいたとしても、僕はイエスと言わない。なんとかかんとかしない。不協和音。正解。おお、みんなさすがですね。さすがですね。まあ、HKT のファンの方は分かんなかったと思うので、じゃあラストこれラスト。生まれたあの日から何とかが通ったら、運命の何とか隣で微笑むよ。ゆりなちゃん、741正解。もう最高でしたね。皆さんさすがですね。なんかみんな、なんかすごかった。七瀬さん推しから今は誰推しですか。今でも七瀬丸さん推しです。なんかずっと自分の中にまだ輝いてます。自分の中で会える七瀬丸さんは、もう七瀬丸さんやっぱりずっと推しだったんで、他に誰か推し作るっていうよりかはもう七瀬丸さんがみくりんおじさんの中でのドストライクで神様的な神的存在だったので、まあ代わりはいないっすよね。本当にみんな可愛いです。でも俺の中ではずっと永遠に七瀬丸様が神的存在で、そこを誰かが埋めるとかその次の推しメンとかいないっすね。はい。で、あなたの番ですのさ、12月の映画めちゃくちゃ楽しみですね。俺にとってはミクリンが神。何それ、チキ。俺の中ではポリ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 推しの穴は埋まらんよね。そうなんよ。たまにねグッとくる子いるけどね。やるか、やるのか。シュッシュシュシュ、ごめんなさい、殴っちゃったん。シュ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 、ごめんなさい、殴っちゃったん。で
気をつけてください。殴られるから急に痛い痛い、殴られた、殴らないでって、殴るぞ爆笑、殴るぞ、殴り返したいだって、あー怖い、ごめんなさい、殴っちゃったん、レロレロ、殴っちゃったん、ちんちゃユッケじゃん、うん、今来た瞬間に殴られただって、シュッポフ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 、エルボーポフ、ごめんなさい、エルボーしちゃった、でもね、あなたがいけないんだよ、この配信を見てるから。サイコパスターなんてやめてくださいよ、うん、うん、何鼻欲しいで鼻水出た、うん、いやー幸せだって、あやばい人いたやばい人いた、やだー、ほじほじだって、ほじほじポリ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 、やばい人いました、撫でてほしいだって、チョップチョップ、ごめんなさい、チョップしちゃった、うん、うん、残念だったな、私にはそんなパンチは効かない、なぜなら私は漆黒のダー文字数聞きたい聞きたい、その後なんかジョジョ入っとるんよ、ジョジョキラクイーン入っとるんよ、キラクイーン、うん、本当にここのコメント欄面白い、無理やだだ聞かせろ文字数って書く前に聞かせろもうやだ、面白くてやだ、うん、みくちゃんの子供の頃のヒーローは誰、子供の頃のヒーローはアンパンマンでした、あとはプリキュアが好きだったから白と黒のプリキュアの時代だったんですけど、白が好きだったんですけど、確か白か黒かどっちかのプリキュアのコスプレを買ってもらってやってましたね。でも本当に昔的に私の初恋がいて、初恋がいて、はい、初めて言うんですけど、私にとっての初めてのヒーローは恥ずかしい、ロールパンナちゃんでした。あ、いや、まとめないで、本当に好きで、本当に好きで付き合いたいってずっと思ってました、ロールパンナちゃんと、大好きでした本当に。ミクは何があってもロールパンナちゃんが助けてくれると思ってて、ロールパンナちゃんが本当に好きで、今でも覚えてますもん、もう本当にめっちゃかっこよく見えたんですよね、あの頃ロールパンナちゃんが、ロールパンナちゃんが大好きでした、ロールパンナちゃんに会いたいってずっと思ってて、もうキュンキュンしてましたね、その時からもうミクは女子でしたね、ロールパンナちゃんに会いたい、秘宝ミクに初恋あってよかったロールパンナちゃんに届け、ロールパンナちゃん大好きでしたね、うん、なんかさ、ブラックパンナになるよね、ブラックパンナ、マジでそれがさ、もうかっこよくって、本当にへっ、うわーって思って、ブラックパンナになりません、なんかロールパンナちゃんマジ大好きだったんだよね、うん、そのギャップね、ブラックパンナになりますよね、だって、うん、本当に、だから一時期アンパンマン、そのめちゃくちゃハマってた時期はメロンパンとか、特にあれが食べれなかったですね、クリームパン、本当にクリームパンを見るたびにバタコさんかな、クリームパンナちゃん
だっけな、クリームパンナちゃんが頭に浮かぶのよ。だからそのミクリン的にそのクリームパンを食べるという行為はクリームパンナちゃんを食べるという行為になるし、メロンパンを食べるという行為はメロンパンナちゃんを食べるという行為になるから、すごい食べれなくって、パンが、そうめっちゃ好きなんだったんだけど、パンが、でも本当になんかそのかわいそうに見えてきちゃって、パンが食べることに、そうんだんだかわいそうに思えてきちゃって、食べるときにすごい罪悪感でごめんね美味しいよって言いながら食べてました純粋な時代のミクリン、あれあれ、純粋の純粋の時代、時代時代とは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 、安心安全純粋景況清純がこの配信のルームのこうことですよ。はい、んだ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 、食パンは食べれた。あ、そう、なぜか食パンは食べれたんだよねなぜかね、食パンは食べれてましたよ昔から。クリームパンとかメロンパンがダメでしたね、かわいそうだなって思いましたね。うん、ミクリンにもそんな時代があったんだね。そうだよねえ、ねえ、ほんとにね、昔は純粋だったね。うん、ポリ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 、昔はポリ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 ほじほじポリポリポリうん、カレーパンも多分食べれてた普通に。え、なんかクリームパンとメロンパンはダメだったんだよね、特にクリームパン好きだったからかな、わかんない、なんでだろう。それが今ではてんてんてん。なおっちょどうした、なむるか、今度の覚えとけよ、おしゃべり会、今度のおしゃべり会覚えとけよ。あれあれやるからな、あのなんか竹でやってさ、フッてやってさ、なんかシュッてなんかさ、プシッってなるやつ、あれやるからな。レーンが離れてるからって安心するなよ、あれやるからな。ミクは持ってくるからな、持参して竹持ってくるからな、フッてやってスッてプシッてやるやつ持っていくからな。吹き矢するからな、吹き矢レーンが離れてるからって安心するなよ、こっちには吹き矢あるから知ってるからな。やってみそうだって、わ、なめんなよなめんなよ、こっちには空気吹き矢があるからな、空気吹き矢がフッてプシッてやってプシッてやるからな、なめんなよ食らいたいぜって、もうおかしいんよ一人だけ治安悪すぎる治安悪い、うん、でもみんな心が優しいね、かわいいね。ねえ見て、ミクのさルームの1位見て、マジでもはや安心安全ではないねえ見て、1位のさアバターかわいくないって言おうとしてさ、隣もかわいいんだろうなと思って隣見たらさ、結構やば土壌すくいおったんやけどなんかやだねえ見て見て、みんなミクのルーム可愛くないって思って、みんなミクのルーム可愛くない、1位がマイメロちゃんなんだよって思ってさ、2位見たらさ土壌すくいおんねんけど、ミクのルーム全然可愛くない、もうやだなんかどでもうもうなんでそれなん、ごめんけどやめて、マイメロちゃんに近づかないでねえ、かわいいって言いたかったのに、ミクのルームなんかこうやってクマがいっぱいでさ、1位にはマイメロちゃんなんだよって言いたかったのにさ、もう2位がさ全て崩すやんトロトロサーモン要素どこ行ったねえやだ、ねえやめて、しかもさヒゲちゃんと剃ってねえ、なんでそんなちゃんとヒゲ剃ってお願い、うん、なんなん、ちゃんとヒゲ剃れし、うん、なんでヒゲ剃らないの、倍も可愛いでしょ、だってダメ、トロトロサーモンミクモンモンダメ、じゃあお願いだからヒゲだけ剃って、ね、ヒゲもかっこいいよ、ダンディーと思うしいいけど、なんかダメだよ、君にはヒゲが似合わないと思うよミクは、ちょっと正直に言うね、なんでヒゲ剃らないの言って、ヒゲダンなのか、ヒゲダンなのか、ヒゲダンなんとかかんとかなのか、トロトロサーモンは
なんでヒゲ剃らないのかだけお願い説明して、それだけ言ったらもう許すけん。なんでそのヒゲだけ、ヒゲ剃らないの、ごめんけど、それだけ教えてほしい。なんでヒゲ剃らないの、そう、なんでヒゲを剃らないかをちょっと教えてほしい、うん、今剃りましただって。え、ダメ、なんか剃れてないよ。ほらミクには黒いもん、まだ。うん、ミクには見えるよ、まだ黒い。ダメだ、ダメだ、剃れてないみたいだ。うん、え、あ、変わった。あー、やっぱこっちの方がいいよ、かわいい。剃ってきたんだ、めっちゃいいよ、やっぱそっちの方がめっちゃいい。剃ったよーんだって、めっちゃいいじゃん、かわいい。しかもハート持って、あ、ちょっと、おい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 、おい、やめろって、おいサーモンよ、おい、サイカちゃんに手出そうとすなし、マジで。見てる間違うんよ、こっちやから、こっちじゃねえから、こっちやから。何ハート持ってんだよ、何、何前、何、何前、前メロに恋してんだよ。狙ってるな、さては、さては狙ってるな、告白しようとしてるな、前向いて、前、こっちやから。うん、ごめんけど。命がけで4位のピケトロピンクがさ、トロトロサーモン取りに来ようとしてんじゃん。口から血出てるから。4位何があった、あ、変わった、4位変わった。あ、ふーんってね、ふーんって見てるんだね。うん、ふーんってね、監視すな、モリリン、監視すな。5位のピケトロピンクが違う方を襲ってるんよ、もうやめて、口から血出てるけん。ね、ちょっとサイカちゃん頑張ってね、頑張って逃げてね、サイカちゃん。なんか2位が狙ってるみたいだけど、気をつけてね、サイカちゃん。でも可愛いですね、ここの壇上の人たちはみんないい感じ。うん、壇上芸が素晴らしい。うん、本当に気をつけてね、サイカちゃん。本当にトロトロサーモンみたいなちょ人には気をつけて。うん、まあでも意外とせね、せあ、誠実、切実、そうですよね。うん、意外となんかこう一途な感じするけどね。うん、ふむふむって、モリリンがほら、ふむふむってニヤニヤしとるぞ。何枠、モリリンが。ふむふむって監視するのが好きなのかな。うん、切実です、だって。切実ですか、切実だ。え、誠実、切実、もうわかんない。誠実じゃね、誠実、切実きた、あ、ひゃひゃひゃだって。切実希望だって、誠実でしょ。みんな全く持って、笑いすぎてお腹痛い、痛いだって。お腹さすって、うん、あれやっぱ誠実な人ですよね。ほら、もう切実な人ですって。もうやめてくれよ。うん、うん、サイカちゃんっていうか生きてる？寝たかな、サイカちゃん。はい、それではみんなで一緒にサイカちゃんって呼びましょう。はい、3、2、1、サイカちゃん、元気ですか、生きてますかね、サイカちゃん。みんなが呼んでますよ。あれ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 、1位の人が全然全然返事がないみたいです。皆さんもう一回気持ちを込めてサイカちゃんって呼んでみましょう。はい、3、2、1、サイカちゃん、大丈夫でしょうか。みんなが大好きマイメロちゃんが息をしてないみたいです。大丈夫でしょうか、元気そうですかね。怖い、みんなで、みんなで一つのアバター呼ぶ配信、怖い。恐怖、恐怖、初めての人は恐怖しか感じない。起きてない、やっぱ夜だから、は、前メロは寝かしとかないと。はい、だって、あ、起きたみたいです、よかった。皆さんの思いがやっと伝わりました。それでは夢の世界行ってらっしゃい、ハバーナイスデー。ごめん、無音で聞いちゃってた、ごめんだって。いえ、全然全然、あのトロトロサーモンがあのサイカのことを狙ってるから気をつけてって話してた今。ずっとこのなんか、うん、このアバターが狙ってるから、マイメロのこと、逃げてって。
気をつけてって言ってた話してた。そうそう、リコちゃんの真似やめてだってはい、それでは皆さん行ってらっしゃい、夢の世界へ、ハバーナイスデー。面白い。大丈夫です、カオスな会話しかしてなかったんで。だってえ10万61歳じゃん。大丈夫そう、大丈夫そう。2位の方はバラだって。そう、2位の方がね、なんかね、マイメロに恋してるんだよね。やめろっつってんのによ。今日ないし、いつも以上にぶっ飛んでる、うん、ルーム主に似ててカオスだって。なに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 、ちょっとやめてよやめてよやめてよ、うん、笑い疲れた、よく眠れそうだって。本当、夢の世界行ってらっしゃい、ハマーなしでー。もうそろそろ終わるので、はい。最近のコメント欄全体でオタク欲しい流れがカオスすぎるんよ。だって大事なところ欲しい欲しい、結婚してだって。食費かかるけどいいですか、食費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 めっちゃかかりますよ。浮気したらもう、あーごめんなさい、殴っちゃった、でもね、あなたがいけないんだよってなるよ。大丈夫そう、いい、どう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 。でもルームを見てる半分以上ぐらいの方はミクと結婚したくないって言ってました。その身長で、はい、この身長で食費はめちゃくちゃかかります。うん、殴られるんかどんまいって、殴る100連発してみそうだってね。え、みそってなんで使うの、やめた方がいいよ直っちょ、みそって使うのやめた方がいい。リンリンリンって言って、じゃあこれから何か喋るときに殴ってみてリンリンって言って。味噌は嫌だ、味噌って言うからダメ。今日の配信が終わるまでずっとナオッチョは語尾にリンリンってつけなきゃいけない、わかった。あーダメだ、リンリンはちょっとなんかこっちの方になっちゃうね、岡部リンリンになっちゃうから、モンモンってつけないとダメ、モンモンってつけないとダメ。なんで味噌っていうの、ダメ、うん、ダメ、嫌だ、味噌ダメ、モンモンってつけて。ミクリンもうそろそろ寝たいだったら、そろそろ寝たいもんもんって言わなきゃダメ。これからそうしてください、はい、これからというか今から、はい、終わるまで配信がもんもんってして生きてください。あ、みんなが分かったもんって今日も可愛いもんもんって、あれみんなももんもんって言っちゃってる、あれ大丈夫、大丈夫そうかね、大丈夫かもんもん、うん、分かったもんだって、うん。あーダディはモンモンだってかわいい、なんかちゃんとやってくれるの好き、めっちゃ好き。何それ、なんかそのなんかかっこいい、好き、なんかだるいって言いながらやってくれるのめっちゃかっこいいじゃん、好き、え好き、誰好き、えダディはって言ってモンモンって言ってくれるの絶対優しいじゃん。ジェフさんいつか会いに来てね、好き、惚れた、あの絶対来てね、顔絶対来てね、好き絶対来てね、好き、惚れた、絶対好き絶対好き絶対好き、来てね、待ってるよ。惑わされちゃった、惑わされちゃったよ。会いたいもんだって、ミクも会いたいもん、ふむふむもんもんだってうーん、ミクももう少し優しい投稿してほしいもんもんごめんね、本当にごめんね、そうだね、分かった、ごめんもんもんでもちゃんともんもんってつけてくれるの好きだもんもん、ありがとうもんもん、うん、うん、さすがに俺はモンモンなんて言わないモンモンだって、あん言っちゃっとるんよ、もうかわいい、好き好き、かわいい、好き好き好き、大好き大好き、この配信カオスだモンモンだってかわいいかわいい
関東にいつ来るもんもんだって。関東、関東は、うん、今度のあのおはしゃべり会の時に行くもんもん、うん、かわいい、出勤、福岡に行きたいもんもん、え、全然待ってるもんもん。ここもんもん村ですか、もんもん。あ、ダメだ、君ダメ、退場、もんもんってつけてない、ダメだ、退場。式だって、して絶対式じゃない、もんもん、式もんもんつけてないからダメ。こんばんは、うーん、来るタイミングもう終わっちゃうよ。京都楽しみーもんだって。京都を来た時観光するもんもん。京都来た時は観光できたらやりたいですね。もん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 、うん、何が言いたいのかももはやわからん、もんもん、うん、夜だからもんもん、おできんな。あ、もう即退場しよう、即退場。一回寝な、うん、一回寝た方がいいよ。レモンモンモンだって、もう一回寝ろ、一旦寝ろ、寝た方がいいよ、絶対寝た方がいい。うん、一回寝な、うん、つばしも一回寝た方がいいよ、絶対、うん、一回お寺の鐘鳴らして寝な、うん、結婚してももんだけど無理だって、もんもん。一回寝な、一回寝な、リカがどうしても結婚できなかった時拾って、じゃあ、うん、一回寝な、うん、愛してるもんもんだって、リカも愛してるもんもん、うん、マックスカモーンモンモン。カモーンじゃないよ。フリップカモーンじゃないよ。特質思い出しちゃった。私は絶対モンモンなんて言わない、モンモン、あ、やだ、わん、モンモン、かわいい。意地悪なんてしないもん、みんなに甘えい、ミクモン。これミクのキャッチフレーズです。はい、意地悪なんてしないもん、みんなに甘い、ミクモン。はい、ミクのキャッチフレーズです。シナモンですだって、うん、ミクモンだよ、これミクモンのキャッチフレーズ、え、ミクのモンのキャッチフレーズだもん、それシナモン。今度やれよ、モンモンってきた、あーん、これショールーム限定でミクが考えたキャッチフレーズだもん、キラクイーンモンモン。もうやばい、カオスカオス、やだもうやだ、意地悪なんてしないもん、みんなに甘い、ミクモン。ミクが考えた、必死に考えたキャッチフレーズです。もう寝る間も超えて考えたキャッチフレーズ、ショルム限定キャッチフレーズ。先輩の取っちゃダメだよ、モンモンだって、うん、モンモン、うん、バッツモンモン。独立が続くようだったら三推しに降格を考えるもんも、あー、小久保さん、奥保さん、小久保さん、小久保さんか、小久保さん、あ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 ん、悲しやん、悲しやんだね、悲しやんだよね、あん、でも意地悪なんてしないもん、みんなに甘い、シナモン。あ、シナモンって言っちゃった。シナモンって言っちゃったんよ、もう言っちゃったんよ、うん、この配信ずっと聞いてたら頭おかしくなりそうだもんだって。あーん、あ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 ん、小久保さん。いつも小久保さんって言っちゃう、うん、アンパンマンのチーズが出てきとるんよだって、あーん、あ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 ん、みくりんアウトモンモンだって言うとるがな。おら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 、モンモンだって、怖いと思ったら可愛かった、おしゃべり会もモンモンだって、それはさすがにちょっと恥ずかしい、大きい声で言わないといけないから、ミクリン今日は何食べたもんって言わなきゃいけない、だからミクも今日はカレーを食べたもんって言わなきゃいけない、みんなに聞こえるように言わなきゃいけない。ちょっとレンが離れてるから、ミクリンに また会いに来るもんって。カオスすぎて無理、絶対に隣のレンの子絶対笑ってるからやだ。ミクモン、このモンモンはいつまで続くモンモンって、大きい声で言わなきゃいけないから。恥ずかしい。そう、なんかランキング読もうと、一年生から読もうと、イマッチさん、ナオッチョさん、みつのりさん、リューチェルさん、タイマの DCL さん、
はるみさん、ピケトロピンクさん、モリリンさん、解放系マン、ニコちゃんマーク、銀一のけんさん、ねえねえねえ、はるみさんのこと全然拾えなかったんだけど、ああニコちゃんマーク、銀一のけんさん、トロトロサーモンさん、さえかちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。お話し会行きたすぎます、関東を取れるようになったら行きますって完売してるんじゃないかな、か関東と横浜は。福岡だったら全頭だと思う、3部以外は。あと京都もギリギリかな、京都も行けると思うけど、再販あったらぜひ来てください。再販きっと来る、来るきっと来るですね。京都ギリギリやねん、だってでも再販に期待ですね、待っています。ありがとうございました、皆さんおやすみクリーン、最後まで営業モンモン、おやすみクモンモン。